高倉和慎一郎は日本の音響監督。チキチキマシンモーレース日本語吹き替え版の演出で有名。息子は音響監督の高倉はじめ。吹き替えの創世記から活躍し、海外番組の日本語吹き替え演出の第一人者でもあった。東京都麹町出身。幼少時に歌舞伎を見たことがきっかけで演劇の道を。 志、早稲田大学に在学している頃から一座を結成して、全国を回っていた。その後、文化放送の演芸番組で演出を務めてからフリーの演出家となる。1963年に放送されたハンナ・バーベラ、プロダクションのアニメ、ドラ猫大賞で演出を担当。これが高視聴率となり、ハンナ・バーベラだったら、高くあという評価を得たたため、スーパースリー、 宇宙怪人ゴースト、怪獣王、ターガンといった数多くのハンナ・バーベラ作品で演出を担当する。特に1970年放送のチキチキマシン・モーレースは代表作となり人気ナンバーワンと呼ばれた。1971年には谷岡康次原作の劇場版ポルノアニメ安次のポルノラマやっちまえの演出を担当し、後年カルトムービー化する。 1990年頃には日本コロンビアが、バーベラと提携し、ソフト販売を行った。この際に使用された吹き替え版は、チキチキマシンモーレース、スカイキッドブラックマオ、スーパースリー、大魔王、シャザーン、怪獣王、ターガン、ドボチョン一家の幽霊旅行、ドラドラ子猫とチャカチャカ娘を除いて、高くを再登板させて制作した新録版となっており、 キャラクターの名前などは言語版に沿ったものになっている。2011年4月6日に死去。82歳ボーツ。キャスティングについては、多方面の異色な役者さんを声優として、どんどん起用していこうという考えが強くありましたと、本人の意向もあり、声優のみならず、コメディアンやミュージシャン、バンドマスターなど様々な分野で活躍する人々を起用することが多かった。 海外アニメの演出では、日本人の子供が見るんだから、子供に分かりやすいものでないとという意識を持っており、オープニング曲を作り替えたり、日本向けにキャラクター名を独自に設定することがあった。また、各声優には個性を出すことを求め、キャスティングした人物の個性に合わせてキャラクターまで、言語版から大胆に変えることもあった。チキチキマシンモーレースではそれらの大幅なアレンジが、 注目され、日本での人気が、本国アメリカ以上になったという。突起のない限りすべて演出、音響監督としての参加劇場アニメ、高桑新一郎、ケンケンと、愉快な仲間たちイーハトーブ出版、1995年、ABCDEF、作り変えた男、不法、高桑新一郎、唐沢俊一ホームページ、2019年8月30日閲覧、 ただし、日本コロンビアによる一部の花バーベラ、プロダクション制作作品のソフト販売によっては、ターナーホームエンターテインメントインターナショナルレーベル、およびターナーピクチャーズワールドワイドディストリビューション、レーベルとして取り扱っているため、提供はターナージャパンが担当している。これは、2019年1月1日にターナージャパンがターナーエンターテインメントジャパンホールディングスを 九州合併したからである。今の子供は、カタカナの方が馴染みやすいという判断によるものである。高倉新一郎、ケンケンと、愉快な仲間たちイーハトーブ出版、1995年602ページ。ありがとうございます。